皆様大変お待たせをいたしました本日はお忙しい中アサヒグループ食品株式会社主催美筋・美骨でエイジレスな体を手に入れる究極のインナービューティーセミナースリムアップスリム新商品発表会にお越しいただきまして誠にありがとうございます私本日の司会進行を務めさせていただきます柿沼と申しますどうぞよろしくお願いいたしますでは開会に先立ちまして 本日の配布物の確認をさせていただきますまず一つ目が式次第そしてリリースが二種本日の配布資料が二種となっておりますお手元で不足等ございましたらお近くのスタッフまでお声掛けくださいよろしいでしょうかでは続きまして本日のプログラムに関して簡単にご説明させていただきますまず主催の アサヒグループ食品ベビーヘルスケア事業本部ベビーヘルスケアマーケティング部黒沢た子よりご挨拶並びに会社概要をお話しいたします続いて美筋美骨でエイジレスな体を手に入れる究極のインナービューティーセミナーでは医学博士スポーツドクターの中村か子こ先生にご登壇いただきまして筋肉と骨の成り立ちまた 健康的でエイジレスな体づくりのための講義と美筋・美骨エクササイズを実践いただきますそしてセミナーの後はアサヒグループ食品株式会社ベビーヘルスケア事業本部ベビーヘルスケアマーケティング部松山浩二より2月発売の新商品についてお話をさせていただきますそして会の後ですが試食会のお時間を用意しておりますぜひ皆様ににはこの機会に お試しいただきたいと思っておりますのでよろしくお願いいたしますそれではまず主催の朝日グループ食品ベビーヘルスケア事業本部ベビーヘルスケアマーケティング部黒沢孝子よりご挨拶並びに会社概要説明をさせていただきますでは黒沢さんどうぞよろしくお願いいたします 皆様こんにちは、えー、ただいまご紹介に預かりました私、アサヒグループ食品ベビーヘルスケア事業本部、えー、ベビーヘルスケアマーケティング部の黒澤と申します、えー。本日はお忙しい中スリムアップスリム2018年春新商品発表会および試食会に、えー、お越しいただきまして誠にありがとうございます。えー、私の方からはです、ね、簡単ですが会社の説明の方をさせていただきます。 アサヒグループ食品なんですけれども、えー、こちらの会社アサヒグループホールディングスを参加に入っておりますアサヒグループホールディングスは種類と飲料とは食品そして国際の四事業を展開しておりましてアサヒグループ食品はこの食品事業の方に含まれておりますアサヒグループ食品は おいしさプラスアルファをもっと身近にというビジョンを掲げまして食の探求によりおいしさプラスアルファをお客様へお届けし新たな生活スタイルの提案をしますという企業理念を掲げて幅広い商品ラインナップを通じて多様化するお客様へのニーズにお応えするとともに新たな価値のご提,案を、えー、ご提案の方をチャレンジしております。 朝日グループ食品は実はあのまだできたばっかりの会社になっております、えー、3つの会社が、えー、合併して誕生した会社なんですけれども、えー、菓子や健康食品などを扱うアサヒフードヒルスケアあとベビーフードなどを扱います和光堂そしてフリーズドライを扱います天野実業この3社が合併いたしまして2015年に設立されました。 1> で2016年1年月より営業を開始しております売上で個数金額ともナンバーワンのミンティアなどバラエティ豊かな食品菓子の事業があったりあとはお味噌汁で人気の天野のフリーズドライがあったりあとはですね調味料酵母エキスや乳原料など主に B2B を 原料とと提供ししたりとしています商品など幅広く商品のラインナップを弊社では取り揃えておりますそして私が所属しておりますベビーヘルスケア事業では日本で初めて育児用のミルクやベビーフードこちらを開発した100年以上の歴史がございます和光堂と,とヘルスケア部門がございます スリ,ムアップスリムはこのヘルスケア部門に属しておりましてその他の商品で言いますと87年の歴史があります胃腸栄養補給薬のエビオス状だったりシリーズサプリメントのアサヒのサプリディアナチュラあとコラーゲンの食品だったり青汁などの健康食品そして素肌しずくという化粧品まで本当にお客様の健康や美に役立つ商品の方を取り揃えております。 でこちら、主な販売チャンネルはドラッグストア様になるんですけれども、ヘルスケア事業におきましては、このドラッグストア様の健康食品市場で売上第2位のポジションを築いております。おかげさまで2017年は前年比112%、2010年と比べますと193%と、好調に慎重をしております。 本日ご紹介いたしますスリムアップスリムについてご説明させていただきますこちらはカロリーをコントロールするだけではなくてダイエット中に不足しがちな栄養素や美容サポート成分が含まれたダイエットサポート食品のブランドになります主に展開しておりますのがこの画像にあります1食を機会のダイエットシェイクになります こちらには一食に必要なたんぱく質だったり食物繊維ビタミンミネラルが含まれておりましてさらに美容サポートのコラーゲンや乳酸菌なども配合されていますただ痩せるだけではなくて健康的にきれいに痩せるをコンセプトに展開をしておりますこのスリムアップスリムなんですが2006年に誕生して昨年で11年を迎えることができました個包装になったシェイクを袋タイプにしたり また、話題となったスムージーを手軽な粉末タイプへ、そしてスーパーフードのチアシードやゴジベリーなどを配合するなど、その時々にあった話題やトレンドをいち早く商品に取り入れることで、ダイエットの市場の方を作り上げてきました。皆様が健康で綺麗に、しかも美味しくダイエットができるよう、これからもスリムアップスリムは様々な商品を提案させていただきます。 本日は二つの新商品をご用意させていただきました新たな切り口での新商品のご提案になります試食もございますのでぜひお楽しみにしておいてくださいこの後はあのスポーツドクター中村かっこ先生の特別講演になりますのでそちらの方も引き続きお楽しみいただけたらと思います以上簡単ではございますが会社概要とブランドの紹介になりますありがとうございました はいクロさんどうもありがとうございましたさあでは続きましてスポーツドクターの中村克子先生による特別セミナーを実施させていただきます中村克子先生は整形外科医師医学博士スポーツドクターなどの資格をお持ちで 現在はドクター各子スポーツクリニックの委員長を務めていらっしゃいますさらに2017年よりスリムアップスリム健康綺麗を叶える美・首でエクササイズの監修もしてくださっていますこれまでに多数著書を出版されていらっしゃいまして大人のラジオ体操はシリーズ累計80万部を超えるベストセラーを記録していますまた最近の著書としましては 体のコリがすべて消える究極のストレッチというのがございまして、こちらは国内外で好評を得まして、韓国版も出版されておりまして、そしてこの後台湾またロシアでも出版予定だということです。それでは早速中村先生にご登場いただきましょう。中村先生どうぞよろしくお願いいたします。どうぞ大きな拍手でお迎えください。 こんにちは中村佳子です、えー。今日は、えー、来てていいいいただいて寒い中ありがとうございます、えーよいしょえー、今日はですね「鼻筋・鼻骨」ちょっと新しい切り口でエイジレスな体を手に入れる究極のインナービューティーというお話をさせていただきたいと思います。えー、40分になります、えー。大体40分のセミナーになるんですがぜひ楽し,んで、えー、楽しく進めていきたいと思いますので楽しんでいってください。 まず、えー、ダイエットの目的に変化がただ痩せるはもう古いということでダイエットっていうのは その国の民度も反映するんじゃないかなと一つの文化なんじゃないかなと私は思っているんですがインテリジェンスにもこう相関するような部分がありまして少し昭和の時代とか平成の最初の時代はあの痩せる体重落とすっていうことに皆さんすごくコンシャスになってたかと思うんですがここを最近はですね、えー そのただ痩せるんじゃなくてきれいになりたい健康できれいになりたいと思ってらっしゃる方が大勢いらっしゃいます。で、えー、特に、えー、もちろんですねこの40代50代で健康できれいになりたいと思っている方が多いのは分かるんですが20代30代でも健康な体を手に入れたいと思ってらっしゃる方が非常に多いです。たただ体重を落としたり とということではなくて、えー、その中にどんな組成で、えー、筋肉とかそれから、まあ、脂肪がどんな割合なのか本当に健康なのか痩せてお肌がカサカサになってないのかとか皆さんだんだんそういったことをあの気にするようになっているかなと思いますが今日はこの健康できれいな体づくりにはていす。 尾筋と尾骨のこのセットが欠かせないよというお話ですで、美しい筋肉を尾筋といたしまして美しい骨を尾骨とさせていただきましたで、えー、昨年はどうやったら筋肉が、えー、上手に作れるか っていうお話食事の中でのタンパクの割合ですとかどういうふうに取ればいいですとか運動前後にどんなタイミングで取ればいいどんな運動をすればいいっていうようなお話をさせていただいたんですが今日はそこにプラス骨も考えていただきたいなということで話を進めていいいきたいと思いますこれはもう皆さんだいぶ多くの方がご存知だと思うんですが。 年齢により筋肉量が変化していきます。えー、40代ぐらいから、まあ、女性特にですね、この平型期からぐっと減ってきます。で、男性もですね、この青い方が男性ですけれども、えー、20代30代をピークにスーッと落ちていってしまいます。で、骨も同様に減っていくっていうことは皆さんなんとなくご存知かなと思うんですね。で、どうして骨なのかなと。 で実は骨は全身の若さをコントロールしておりますでこれこの前 NHK のテレビでもやっていたのでそれをご覧になった方もいらっしゃるかなと思うんですけれども、えー、骨は一つの臓器という位置づけです骨がさらし骨のように骨標本のさらし骨のように体の中に入っていて20代ぐらいから骨はそのままずっと同じ骨格というあのー 鉄筋コンクリートの鉄筋のようなものでずっと変わらないと思ってらっしゃる方が多いんですが実は骨は骨臓器ですで。いつも臓骨と歯骨を繰り返しながらターンオーバーを繰り返してお肌が1ヶ月で生まれ変わるのと同じように半年から1年ぐらいでまた新しい骨に変わっていきます。ですので今皆さんの体の中の骨が半年後1年後は違う骨に置き換わっているという ことも忘れないでくださいですので今どういうふうに過ごしているかも,もあの半年後1年後の体に関わってきますそしてこの骨は、えー、運動刺激そういったあの食事刺激から骨ホルモンを分泌しますですので臓器という位置づけになります。えー、いろんなあの骨 破骨ホルモンだとか増骨ホルモンっていうのはあの皆さんご存知だと思うんですが、えー、オステオカルチンとかオステオポンチンっていう骨骨ホルモンがあるんですがこれはコントロールを いろいろ全身のコントロールをしていきます例えばですね、えー、オステオカルシンのレベルと認知症の発症率これは大きく相関するということが、えー、報告されています特に女性は女性の認知症というのがオステオカルシンがきちんと出ている人だと少ないよというようなデータもありますし骨粗小症の発症率とあの糖尿病の発症率も、えー、非常に相関していると これはなぜかというとオステオカルシンの,、えー、この分泌量とインスリンの分泌量これがオステオカルシンがイン,スインスリンの分泌をコントロールしているので、えー、相関していますよ。だから運動する人が 運動するるとオオステオカルシンが出るだからインスリンがコントロールできて糖尿病になりにくいとかですねそういったことも分かってきてますしあとはこのオステオカルシンもそうですしオステオポンチンもそうなんですが体の中のどこを鍛えればいいかということを認識するそういった骨は臓器ですので。 あのオステオカルシンオステオポンチンがここには骨は必要ここには筋肉が必要ここには筋肉は必要じゃないとかっていうのもコントロールしてるんですね。ですので筋量がアップするにもこの、えー、骨ホルモンが重要になりますそして皆さんご存知だと思いますが骨が強くなると免疫力がアップします強い体になります。ここういったことででつまりがですね、えー 骨は全身の若さをコントロールする臓器であるとということなんですね。ですので目指すは尾骨鼻菌だけじゃなくて筋肉がいっぱいあっても骨はどうなのっていうようなことをちょっと今日は、えー、考えていきたいかなと思うんですね。で鼻、えー、骨には骨タンパク質が必要ということで、えー、骨がカルシウムでできてると思ってる方が多いです大理石みたいに。 そうではなくて、この骨の構造を見ていただくと分かるんですがこういう骨量というネットワークの中にあのネットワークがあるんですがこれが実はコラーゲンです、ね。コラーゲンにリンやカルシウムが運動刺激でついたものが骨になります。 でですのでどんなにお食事で、えー、カルシウムやリンをいっぱい取ったとしてもこのコラーゲンのネットワークに沈着してくれないと全部便で出ていくということになります。なのでサプリでいっぱいいっぱい取ったとしても運動刺激がないとなかなかできませんそして骨の90%がカルシウムだと思っている方が多いんですが実は30%が有機質タンパク質になります。 タンパク質からできているコラーゲンになります。ですので、タンパク質を取らなければ骨はできませんし、運動刺激リンやカルシウムも取らないと骨はできません。そして運動刺激がないといらないと認識されて、細くなっていってしまいますで。タンパク質のそういった働きとして知っているものですけれども、筋肉を作るとか、皮膚をきれいにしたり、髪の毛や爪を作るということは、 認識されている部分が多いんですが、骨に対する意識は非常に低いようなんですね。で、えー、骨はどうやったら強くなるかとか、骨はあのどうやったら健康になるかっていうのは。 失った時に初めて皆さん考えるようで60代の方とか70代の方はもう骨骨骨骨,骨言うんですけれども20代30代の方は正直骨ん大丈夫健康とかって思ってらっしゃる方が多くて自分のこの表面に見えてくる筋肉に対してはすごくコンシャスなんですが骨に関しては。 どうでもいいと思っている方が多いみたいになるんですね。で、骨って結構体重に相関してあの鍛えられますので。 例えばもう痩せ細って、まあ、モデルさんみたいに痩せ細ってスカスカ筋肉は細マッチョでなんだけどスカスカで体重もすごく軽いっていう方は骨も薄いんですだからピークから下がっていきますからそのピーク時がもう低いということになりますですので実は骨はもうそのピークの年代20代30代でもちょっと気をつけていただきたいことではあるんですね。 でタンパク質の摂取量に入ります一日の一日あたりのタンパク質の摂取量のこちらは年次推移になりますだんだん、えー、食事の環境が良くなっていろんなものが食べられるようになっている反面男性も女性も一日あたりのタンパク質の摂取量は年々、えー、減少傾向です。 えまあカロリーはほとんどあのカロリーは横ばいかちょっと下がるぐらいそしてえタンパク質の摂取量は下がっているという実態があるんですね。で1日あたりのタンパク質の摂取量どれぐらいが適当か皆さんご存知ですか、えー、これ去年やりましたね 去年のセミナーでやったんですけれども大体、えー、世界基準だと、えー、プロキロ 1kg 体重あたり0.8から、えー、日本ですと 1g0.8 から 1g ぐらいが、えー、適当な量だということが分かってますですので60キログラム体重が 60kg の方は 60g1 日量が 60g ということになります。で そして、えー、タンパク質の摂取量、えー、足りてるか足りてないか1日合計タンパク摂取量これは朝日で行いましたアンケートになります。足りてないと感じている方が61%特に朝食で摂取すべきタンパク質量が足りてるかというのに足りてないという方が、えー、66%という結果でした。 でどうしてこれ朝食でと聞いているかと言いますと、えー、先ほど申し上げました6 0ム6 0キロの人だったら6 0ムというこのタンパク質量これを夜取ればいいということではありません。これも昨年お話しした内容と重複するんですが、えー、均等分けがいいです。 細かく分けていただいた方が体には、えー、タンパクを摂取する上限がありますので上限を超えた値を取っていただいても全部便で出てしまって、えー、取ったことが無駄になってしまうというようなことがあります。ですので、で、え、で、ー、すののだいたいたその摂取できる量が、あのー、均等分けで 0.8から 1g ぐらいということですので6 0キロの人で 60g のタンパク質を取らなくてはいけないのであれば朝昼晩で 60÷3 ですから 20g20g20g で取っていただくこれが一番効率のいい取り方になります。朝10ね昼10夜40とっても夜は結局2 0ぐらいしか摂取できないっていうようなことになってその残り分があの無駄になってしまうということですね。 でじゃあたくさん取れば安心なのかタンパク質はたくさん取れば安心ですかタンパク質の上限値は健康な方ではえ厚生労働省も世界のえ基準でも決まっておりませんところがこのたくさん取ることに対するリスクということも皆さんはぜひ知っておいていただきたいです あの最近私もテレビに出演させていただいた時に筋肉タレントとかですねいろんな方が1日3あのプロキロ 3g 取るとか 5g 取るっていう方がいらっしゃったんですが非常に危険なんですね。というのはその例えば腎臓が悪い方だと高タンパク質を避ける。 例えば透析の方だとタンパクは少なくするこれ皆さんご存知な方も多いと思います腎臓に負担がかかるということはご存知だと思いますただ健康な方だと、えー、腎臓病にはタンパク質をいくら摂ってもならないという事実もあるので、えー、厚生労働省は上限を設けておりませんところがこのグラフをご覧になってください動物性タンパク質の摂取量と骨粗鬆症の関係を見ておりますこちらがタンパク質の摂取量で 二十グラム、四十グラム、六十グラム、八十グラムとこう増えていきますね。そして、えー、こちらが骨粗し症の発症率になります。さ今までのここまでのお話だと骨にはタンパク質が必要だからタンパク質は取った方がいい。だからタンパク質を取っているのであれば骨粗し症は少ないだろうと思うと思うんですが、こちら見ていただくと。えー タンパク質摂取量の多い国ノルウェースウェーデンデンマークニュージーランドアメリカイギリスフィンランドアイルランドオランダここら辺の、えー、タンパク質摂取量の多い国ですね動物性タンパクの摂取量の多い国はコスト症状の発症率が高くなっております。ほとんど性の相関で 高くなっておりますで特にこのノルウェースウェーデンデンマークというのは北欧の国ですので日照量の問題もあります冬場に運動ができないという問題もありますのである程度、えー、こっち左寄りになってますねタンパク質量がアメリカほど多くなくても骨粗症症の発症率は高くなってますところがニュージーランドアメリカここら辺はもう日本と変わらないですね。 タンパク質を多く取れば骨粗傷症にならないのかなと思ったらなってるこれは一体どういうことなのだろうこれ皆さんご存知だったでしょうかちょっとショックじゃないですかで、えー、これは実はタンパク質糖質というのは酸性食品になります酸性食品というのは、えー、皆さんが中学校でやったあのーあ リトマス試験紙の酸性アルカリ性とはちょっと違います酸塩基平衡という医学の中での酸性アルカリ性という話になりますで、えー、簡単に言うとマイナスイオンが酸性でプラスイオンがアルカリ性塩基ということになります、えー、でこの、えー、タンパク質の中には、えー、システインとかメチオニンという含粒アミノ酸特に動物タンパクは含粒アミノ酸をたくさん含んでおります で、こちらが代謝されると、この硫酸イオンというのを発生いたします。えー、これね。高校の時に科学でやって、まだ覚えてらっしゃる方も多いんじゃないかなと思うんです。けれども、これ2マイナスってつくやつですね。で、このマイナス、ここでマイナスが出ますね。 これ分かりやすいようにこういう化学式にしてるんですけれどもこういうマイナスができると体の中ではこれを中和しなくてはいけなくなりますのでプラスイオンを求めていきますプラスイオンどこにあるかこれは骨はカルシウムの貯蔵庫ですので骨のカルシウムを溶かして中和していきますですのでこの含流アミノ酸が多くなればなるほど このマイナス4が多くなればなるほど骨のカルシウムを溶かしたくなるこれがあの人間の体になります。ですからタンパクタンパク 糖質制限タタンパクタンパパククね男の人なんかもう本当に極端にやりますので「俺はもう野菜食べないタンパク質だけでいい」え「野菜ポテトチップ食べたよ」とかそういう方多いんですけれどもそういうことを繰り返してますと、えー、酸性体が抗酸性に傾いていきます。もちろん酸酸性に傾くとと、えー、尿酸結晶ですとか、えー 血跡ですとかそういったことを非常に発症しやすくなってくるんですけれども、えー、体の中のタンカルシウムを溶かして骨が弱くなってしまうという事実があるんですねで、そこで必要になってくるのがこの中和していくものです中和していくものは果物やお野菜に含まれるカリウムやカルシウムになってきます ところがタンパク質はある程度のカロリーをとってでこのお野菜とかも十分に取るととてもとても食べられないとかカロリーオーバーになってしまうという事実もあるんですね。で えー、ちなみにこれがその典型的な例になります。1日の、えー、タンパク質の摂取量が 1kg あたり 1g が目安だとしまして、例えば60キロの体重の方が、えー、60g 取りたい。そうすると朝食には 20g を取りたいとなります。で、20g のタンパク質、この食事で満たされております。えー、食パン。それからゆで卵1個とベーコンと牛乳。 えコップ1杯、えー、そしてバターまあ、サラダ油には、えー、ほとんど、えー、入ってないんですけれどもこうやって合計するとなんとかタンパク質が20グラムを越してきますそしてカロリーはなんとこの時点で556キロカロリーになってしまいます朝食としてはちょっと多めかギリギリぐらいの量なんですが先ほどお話ししたようにここに ビタミミンやミネラルを加えたいですところがこの量朝から食べられるかっていう問題とそれからカロリーーーががオーバしーししてててまままうっていういい問題が出てきてしまいますですので、えー、上手にですねそのサプリメントを使っていただいたりあのうまくビタミンミネラルは取っていただかないと本当に体にとっていいことをしているつもりが逆効果ということになってしまうので皆さん注意が必要です。 さあそして、えー、先ほども何度もお話ししますが、えー、日本人は加齢によって筋肉量が減少して、えー、それと同時に基礎代謝量歩数といった活動量も低下してきて骨量も減少してきますで、えー、ロコも予備軍というのが若い方の中で非常に増えてきています。 年齢による筋肉の変化率は先ほど最初のグラフでお見せしたものと同じものですが女性も男性も40代ぐらいをピークにも落ちてきてしまいますね。そして、えー、筋肉が減るのと同時にです、ね、あの歩数も、 この歩数ですけれども中之条研究ですとかそういった研究にもありますように歩数とそれから移動能力というのは相関しますので歩数が減ってくるとどんなにきれいな体でも寝たきりになってしまってはおしまいですのであの歩数が減ってきて要介護要支援とかにならないようにも気をつけたいですね。 それから、えー、こちらが女性の加齢による骨量の変化ですが、これちょっとここの狭いところに収めているので、なんかこういう <laughs> あのちょっと事情ケース的ななんかあのこういう <laughs> グラフになってますが、本当はここら辺があの20代でピークなんですね。20代でこれ0歳から見てますので、20代でピークになって ででピークの時間ちょっとあります20代30代ピークの時があってそこからドーンと下がってきます骨の量ですねで何より大事なのはピークから減っていいくということですこれは当然のことですがピークから減っていくということですのでピークを高くしておくっていうことは非常に大事なことです。 ピークから減らさない。減ったものを高くするという考えではなくて、ピーク自体を高くする。これが何よりも要望になります。だから20代の方が下手げにダイエットするとですね。このピークが下がっちゃうんですね。細ければいい。可愛ければいいって言って。あのダイエットし,して、それで運動あんまりしないとかですね。そういう子非常に最近多いです。そうするとこのピークがもうすでに。 スタートラインで低いですからものすごいビハインドですね早い時期に60代70代と同じぐらいの体つきになってしまうですから今からのケアが必要ですそしてもちろん40代50代60代の方も下がり始めてきていますい,いつやるの今でしょみたいな感じですねもう明日は今日より年取ってて下がりますからあの今日早い方がいいですケアはとにかく早くするこれはすごく大事ですね はい、それではですね、筋肉のついた理想の体、まあこのまた筋肉に話が戻るんですけれども、えー、筋肉をつけたい部位もいろんなちょっと今回アンケートを取りまして、どこにつけたいのというアンケートをさせていただきました。筋肉をつけたい部位と筋肉をつけたいんだけど十分につけられない部位、これを、えー、皆さんに。 聞いてみましたそうしたところですねやはりトップはもう不動の1位はおたいですね。で、えー、2番目お尻太ももというようにやはり抗重力菌が多く存在するところがやっぱり 筋肉がつきにくいなところがこれ移動にとって移動能力二足歩行にとって非常に重要なところですので、えー、この筋肉が落ちると途端に姿勢は悪くなるし移動能力も低下してきます。でちょっと余談なんですけれども、えー、どうしてこうお腹に肉がつくのかという話ですね。で、えー、この体の中で見ていきますと。えー ここまでは肋骨がありまして、お腹のところには何もなくて腰椎だけになってます。で、またその下に行くと骨盤があります。で、ここはもう筋肉で内臓を守るしかなくなってるんですけれども、だからここに肉がつきやすいという部分はありますよね。じゃあなんでこんなことになっているのか。これはですね、実は二足歩行がしやすいようにここには骨がありません。 昔はあった昔では太古の昔はあった例えば魚はありますね魚はこういうふうに動いてきますので魚はここまでありますここってここじゃない <laughs> な,なんか違うけどここは下までありますところが人間は回線して前に歩いていきます骨盤と肋骨が逆回線して 推進する魚はこうですけれども人間はこう推進していきますのでこのねじり動作これを出すためにここの肋骨が不要になってしまったんですねですのでここの骨がなくなっておりますもう後ろの12番の肋骨とかほんの本当に短いですこれぐらいしかないですこう動きやすくなっておりますですのでここを筋肉で支えるしかないんですが縦に 立っておりますのでどうしても崩れやすいです折れややすすすすいいでで折まっすぐたやるためには腹直筋それから腹横筋腹斜筋内腹斜外腹斜そして脊柱起立筋しっかりしてないといけませんし、えー、腸腰筋これがしっかりと伸びたり縮んだりしないとここの長さを保てないということになります。 で腸腰筋の長さが短くなってしまう腸腰筋っていうのは股関節屈曲筋ですね股関節屈曲筋の長さが座り仕事とかで短くなってしまいますと腸腰筋横隔膜へ腰椎の上の方から股関節に出てますのでどうしてもこれを縮めてしまいますよね縮めてしまって胴体も短くしてしまって腹筋が出力しにくくなります。 腸腰筋が伸びたり縮んだりして初めてこういう動作できますので腹筋に非常に悪い影響がありますそれから腹横筋や腹斜筋というのはインナーマッスルですけれどもえきちっと呼吸したりとかですねそういったことができないとなかなかこの姿勢を保つというのが難しくなってきますで、えー、まあこれここまでが余談なんですけれども理想と現実 のこのギャップについてですねあこれあのこういう意地悪な質問を <laughs> してみましたあなたの理想のお腹はどれですかとこのちょっと一番はこう r ル z a p 的なですねこのちょっとドラマチックなあやさんっぽいあのちょっと腹筋ですねでこれが理想だと思う人が多いと思ってるメディアの方も多いと思うんです ここれを目指したいと。で、2番目がなんとなくジューシーセクシー的なお腹ですね。3番はややたるみ気味崩壊寸前的なこのギリギリの売れ売れた感じですね。で、4番目はもうあの言っちゃった感じですね。で、この1、2、34のお腹のどれが理想なんですか？っていうこの実に面白いアンケートをしてみたところですね。なんと。 優勝し1のこのゴリゴリじゃなくてちょっと女性らしいラインこれ女性に聞いてます20代から50代の女性に聞いてます男性じゃなくて女性に聞いておりますで女性でやっぱりここの2が一番人気があって割とね1はまあ視聴率で言ったらもう番組が終わっちゃうぐらいの数字ですね5%とかそれぐらいであの。 終わってますでこれは納得なんですここまででは納得なんですそうじゃなくて私がすごく驚いたのはこの3と4に結構集まってたとこなんですね特にこの50代ですねこの4が20%ってどういうことですかと理想を聞いてんですよあなたを聞いてるんじゃなくて理想を聞いてるんですということはこの 20%, 20の人はですね4以上ってことなんですよね 読んでいいやとと思ってるっててることですからですからつまり自分よりちょっといいやつを理想にしてますからもうほとんどのまあ半分近くの人が3 4よりこれはもう大変な緊急事態ですよね。でなんとかこの特にこの20代とか30代でですねこの3を理想だと思っちゃった子。 これ4ってことですからこれはかなりの人口かなと思いました。でこれもぜひ皆さんあの持って帰ってくださいこのデータは。<laughs> れで,で現在のお腹どう思ってますかっていうふうに、えー、聞いたらやっぱり同じようにたるんでいると太っているとかではなくてたるんでる。 筋肉がなくてポヨーンとしちゃってるえそういうふうに答えた方がなんと圧倒的にやっぱり半分以上ですね40代70%以上50代がやっぱり60%後半これがあお腹がたるんでるなと感じたようですでまあそうなる前にですね手を打っていただきたいんですけれどもはい。えー お家で簡単にできるですね、えー、腹筋の強さのチェックがあります。で、これ皆さんやったことありますか？どうでしょう。はい、すみません。これはあの本当に医学的にですね、リハビリなんかでもよくチェックするあの項目なんですけれども、これは股関節屈筋群とですね。 それから腹直筋の強さこれを総合評価するためによく使うえテストになりますで、えー、寝ている状態で足を90度ぐらいに上げていただきますこの高さまで上げていただきますで、えー、今こうやってお腹が見えるように手をこうさせてますけれどもここのところに手を入れていただいてもいいですこの背中のカーブの後ろに手を入れていただいてこの背中のカーブが手から浮かないように ずっとせ、ここのカーブが変わらないように意識していきます。で、その状態で足をひゅーっと下げていくんですね。足をひゅーっと下げていったときに、これがこういう風に。反ってくることありますよね。お腹の力が弱いとで、この反ったところがもう反り出しちゃったところが、その人のそこスコアにあります。そうすると、えー、まずこれ点数です。 50点60点70点80点90点100点と書いてあるんですけれども最後までお腹が浮かないで足を下ろせた人100点ですで15度ぐらいで浮いちゃった人これとっても良いですで,ですので20代で目指すべきところはここですここら辺だったらもうお腹の力は20代レベルと考えていいです。そして、えーまあ 30度ぐらいから浮いちゃった人これは40代30代40代の方ここら辺ですねここら辺を目指しましょうとで、えー、40代以上の方できれば、まあ、ここら辺は目指していただきたいところがですね私よく診療でこれやらせるんですけれどもやっぱりお腹がたるんでる腰が痛い、えーまあ、そういったお悩みを抱えてらっしゃる方もここら辺で浮いてきます。 まず上げることが難しかったり手で上げて上げてはい下ろしてって下ろした瞬間に背中が反ってきます、まあ、50点ぐらいになりますですのでこういった方は頑張ってちょっと腹筋とか股関節の屈筋群を、えー、収縮できるように伸ばして縮む。 伸びて縮むこれをきちっとできるように、えー、していただきたいということで今日はお家で簡単にできるエクササイズを、えー、ご用意いたしましたのでぜひ皆さん一緒にやってみましょうはいそれではですねよろしいですかエクササイズ編に移ります、えー、座りながら理想のお腹にするエクササイズですやり方ですがまず骨盤を立ててあれ皆さんやらないんですか <laughs> 骨盤を立ててですねま、えー、っすぐ座っていただきます姿勢よく座りますでまずちょっとどんな動きをやるかやってみましょうまずこの背筋がこうふう風になるんじゃなくてこのまんまバックしていきますちょっとこの動きだけやってみましょうかこのまんま後ろにまっすぐバックしていきますはいこれできついと思った方どうですかいらっしゃいますこれだけで これだけできついと思った方まっすぐで持ってくるこれできつい方はもう50点ぐらいなのでこれから練習してくださいもうこれで息を止めずにここで3呼吸ぐらいで吐いて戻しましょうきつかったら1呼吸で吸ってで吐いてふー持ってくるこれでいいですでこれでできそうな方手を前にして でこの手がまっすぐなまんま水平にこのまんまももと手がパラレルに後ろにきます。はい、でこれでできた方ここから足を上げましょうここでキープです。12345はい足を下ろしてゆっくり戻ってきます。きつかった人あれ大丈夫ですか はいありがとうございます <laughs> はいもう一回行きますねもう一回おさらいしますし,しっかり背筋を伸ばして手を前にで顎を引きながらまっすぐ下ろしてきますこの状態でお腹反らさずにまっすぐなままです反りませんまっすぐなまま足を伸ばしてでこれだから90度回転するとさっきの絵と同じ絵柄になりますね腹直筋と腸腰筋の複合動作になります。 でゆっくり戻ってきますきつい方は片足ずつでも大丈夫ですそしてさらに応用編です、えー、もしこれでちょっと物足りないという方はさらにここで、えー、自転車こぎとか足の組み替えというような動きを入れていっていただくともっと強くなりますでもこれは決して無理しないようにしてくださいちょっとやってみましょうこのまま先と同じように後ろに下がっていきます そうしたら足を組み替える。ここでキープ。あ、右足はできた。今度左足組み替えてで右と左でちょっと強さ違うっていうようなこともよく足組む方だと出てきます。で、これを均等にしていくっていうようなことですね。 はい、こういったエクササイズしてみてくださいぜひ参考になさってくださいそしてもう一つ骨の話をしたので、えー、今日は骨を強くするエクササイズを一個ご紹介したいと思います尾骨エクササイズもう究極の尾骨エクササイズこれはジャンプになりますあのー 骨は重力にこうして強くなるというお話先ほどしました重力のないところではどんなに運動してもどんなにタンパク質やカルシウムを摂っても骨は弱くなります人間は地球で生きていくものですので重力が非常に大切です重力の刺激がないと先ほどのホルモン増骨のホルモンとかそういったものも全然出なくなりますですので宇宙飛行士半年宇宙にいたら全員骨粗鬆症,症になって帰ってきますよね それから水泳自転車こういった競技されている方どんなに筋肉があっても骨が弱くなりますですのでこのランニング動作とかジャンプ動作こちらは非常に重要になってきますとにかく長軸方向に重力を加えてあげるこれが大事でで一番強度の低いのがその場ジャンプジャンプにはいろんな種類があります。こののトレーニンンンングの中でジジジャャャプププとといいううボックスジャンプという 上から下にとかこう,いうこういうジャンプがあるんですがこれ強度が高くなりますサイドステップとかですねじゃなくてその場ジャンプこれが一番基本的なジャンプになりますでこのその場ジャンプのやり方なんですけれども長らくジャンプをしていないとジャンプしただけで背骨が痛くなる人がいますですのでまずジャンプの基本これラジオ体操の第2の一番最初の全身を揺する運動というのがあるんですがそれと一緒です つま先をつけたままでは最初のジャンプやる前ですね。つま先をつけた状態で大丈夫ですので下肢三関節股関節膝関節足関節が全部伸びてクッションで縮むという動作これをまずおさらいしていきます伸びて縮む伸びて縮むこういう動きですこの動きができると衝撃を吸収しますのでどこも痛めないです でよく女性の方とかにジャンプしなさいと言うと長らくジャンプなんかやってないのでこういうジャンプをしたしますこれだともう衝撃が全部背骨にいってしまって非常に怪我をしやすくなりますですのでその場ジャンプでまず全身つま先つけた状態でゆすっていってあげますでちょっと離すで下肢三関節が伸びるこういう頂上で伸びる一番上のところで 伸びるこの癖をつけると今度爆発的なパワーの力っていうのがついてきますので体も強くなってきます。<laughs> でちょっと息が切れますけれどもで,できればですねこれを10回ほど繰り返していただいてでこの飛んでいくとどんどん違うところに行く人がいます。 で,できればちょっとこのタイルの中でやろうとか決めていただいてですねそこのタイルから出ないようにあの場所を同じところでやっていただくとバランス感覚も養われてきますこういうのに慣れてきたら片足でやってていいいいただいてもでいいです片足で、まあ、これあのジャンプでバレーなんかでもあのソテテストって言ってこれで16回飛べて16回同じところに着地できるかっていうようなこうちょっとこうずれますよね。 普通の方がやると、でこういうバレエでそのポアントっていうなんていうんですか、トウシューズを履けるかどうかのチェックでこういうのやったりします。でこういうふうなのが片足でできるようだったらもう本当に100点満点合格ということになります。でえ次が応用編ですね。ただ飛んでるんじゃつまらないという方は最近はですね、あの縄跳びのこのハンドルだけ売ってます。 でそこにカウンターがついてです、ね、何回飛べたかこうあの天井に縄がついちゃうので家の中でできませんよねですのでこのハンドルだけでやっていただきます。で時々二重跳びをこう入れていただいたりして縄跳びを何回やったか見るとその日のエクササイズ量も分かってきますのでぜひちょっと参考にしていただきたいと思います。はい、以上で、えー いかがでしたでしょうか以上で私の、えー、鼻筋鼻骨の、えー、お話を終わらせていただきますありがとうございましたはい、中村先生ありがとうございました、はい、どうぞ大きな拍手をお送りください とても参考になるお話とあとはえそうだったのっていう知らなかったことをいろいろ教えていただきましたまたエクササイズも私たちも明日からすぐ実践できるかなと思いますので皆様も参考にしていただいて体力作りなど励んでいただければなと思いますさあ、では続きましてベビーヘルスケア事業本部ベビーヘルスケアマーケティング部の松山浩二より 2月26日に発売のスリムアップスリム新商品についてご紹介をさせていただきますでは松山さんよろしくお願いいたしますただいまご紹介に預かりました松山と申しますよろしくお願いいたします私の方からは2018年春の新商品のご紹介をさせていただきます まず初めになんですけどもこちら昨年もちょっとお話をさせていただいたんですけども現状のダイエット以降のグラフが左側でそのダイエット以降がある方が現在目標としている体重は何キロかというのが右側のグラフになっております。現在ダイエットしたい しているという方が30%、ダイエットをしていないが今後実施したいという方が43%、トータル73%のダイエット移行者に聞いております。で右側、目標体重としてマイナス1キロからマイナス2キロからマイナス10キロからマイナス11キロとありまして、最も多かったのがマイナス2キロからマイナス3キロというのを目標体重としている方が多いという調査を行っております。その中で こちらですね中村先生の方でも消費者意識の部分でお話しさせていただきましたが今、1ヶ月、青のグラフの部分がですね今、1ヶ月以内に直近1ヶ月で実施したダイエットで赤が今後実施したいダイエットという,ふうに形になっておりますで一番多いのがまあ軽い運動というふうになってきているんですけどもその次としてまあ食事量やカロリー調整の部分を上げている方が非常に多かったというのがなっております。 でそんな、まあえー、消費者の皆様の、えー、結果をもとにです、ねまあ、こちら今回の新商品になります、えー、商品名としてはスリムアップスリム糖質コントロール高タンパクシェイクカフェラテ、まあ、目指せあと3キロダイエットと健康サポートをするシ新シェイクとなっておりますで商品の特徴といたしましてはまず1番,とし1番に1食置き換えて、えー、召し上がっていただ,ばい,ただいた場合約1 6 5キロカロリーと、まあ、かなり低カロリーの設計となっております でまあ、かつ低カロリーなだけではなくて、まあ、3分の1日分のタンパク質こちら 27g を担保しておりまして、まあ、その他にも1日分の葉酸鉄カルシウムまた3分の1日分のビタミン10種、えー、ミネラル8種を配合しておりますまた食物繊維も 6000mg 配合して、まあ、かなり女性に向けの特化した新シェイクというふうになっております。 でこちらシンシェイクの部分ですね、目指せあと3キロという部分をちょっと簡単にお話しさせていただきますと、まあ、40日間で目指せ3キロということで皆さん一般的に1日あたり2 2 0 0カロリーのカロリーを取られるんですけれどもその1食あたりでいうと7 3 3カロリー。 えー、その1色をスリムアップスリムシェイクに置き換えていただくと、えー、青色の部分ですね200キロカロリー未満となっておりますで新商品の、えー、シェイクにつきましては165キロカロリーなんですけども、えー、右下にある6種類の、えー、シェイクにつきましては195から、まあ、大体198キロカロリーとおよそ200キロカロリー未満ということでこ,こちらの表示は200キロ,キロカロリー未満とさせていただいております でこちらのシェイクに置き換えていただきますと1日で約5 3 3キロカロリー以上のダウンが可能となっております。で皆さんはご存知の通り体脂肪を1 k ロ落とすのにだいたい7 2 0 0キロカロリーのカロリーを減らさなくてはいけません。3 k ロと言いますと、まあ、×32 1 6 0 0キロカロリーの消費が必然的には必要になってきます。 ではスリムアップスリム1日あたりで約533キロカロリー以上のダウンということで、まあ、単純に2万1600を533で割った際、まあ、日数としては40日間で理論上ではマイナス3キロの体脂肪を減らすことができるというふうになっております。 やはり、まあ、ダイエットするには消費カロリーを,、まあ、リーを増やすか摂取カロリーを減らすかのどちらかしかないという部分で弊社のスリムアップスリムですねぜひ一食お機会でダイエットサポートするシェイクというふうに今回出させていただいておりますのでお試しをお願いいたしますでシェイクシリーズとは別で,です、ね、サクサクポテトスナックという低カロリーのダイエット菓子というものを発売いたします。 でこちらも既存シリーズで、えー、せんべいシリーズですとか、えー、スナックシリーズ、えー、いろいろある中で今回はですね一、えー、袋あたりカロリーとしては6 7ロカロリーでカロリーの、えー、成形ポテトチップスと比較してなんですけどもカロリーが34%脂質が78%のカットをし,しているポテトスナックとなっております。 で食物繊維としては一袋あたりが 4500mg またその部分で、えー、鉄カルシウムも一緒に配合しているという商品となっております、はい、で今年の、えー、タレント広告タレントにつきましては結城まおみさんを起用させていただきまして、えー、弊社おかげさまでダイエット食品市場売上、えー、インテージさんの SDI の方で売上ナンバーワンを取らせていただきまして結城まおみさんにナンバーワン、no. の広告タレントとして今後 気をさせていただくことになっております。で、ちょっと簡単ではあるんですけども、この後後ろのブースの方で新商品の試食用の方2品と既存品のカフェラあ抹茶ラテを試食をいたしますので、ぜひお召し上がりください。以上になります。松山さん、どうもありがとうございました。 以上で、アサヒグループ食品株式会社主催、美筋美骨でエイジレスな体を手に入れる究極のインナービューティーセミナー、スリムアップスリム新商品発表会、セミナーは終了とさせていただきます。